ユーロヴィンテージの定番スニーカー、ジャーマントレーナーを染め球で染めてオリジナルカラーのジャーマントレーナーを作ってみようと思います。ジャーマントレーナーって、まあ、革でできてて、基本的にこのトゥーガードの部分はスウェードですね。で、まあ、内側はこの辺はフェルトがあるんで、このまずは白い部分だけ、全部染めてみようと思います。昔こういうオールドコーチのバッグ、これ茶色だったんですけど、これあの染め球でですね、同じように真っ黒に染め上げたんですけど、もう全然色落ちもしないし、非常にいい仕上がりだったので、まあ、革に染め球ってやっぱめっちゃ使えるなっていうのを、自分でやってみて思ったので、で、まあ、ちょっと白いジャーマントレーナー飽きてきた、まあ、白いの持ってるんですけど、これ新しく自分の 26.0 を見つけてきたんで、まあ、ちょっと白以外ってないかなっていうことで、あのリプロダクトとかだと黒とか出てると思うんですけど、まあ、他の色ってあんまり見ないなっていうことで、まあ、思い切って作ってみようと思います。で、今回、この染め球の、パステルブルーっていう色、薄い水色ですね、にしてみようと思います。で、こういうスウェード部分にも一応染め球使えて色はつくらしいんですけど、まあ、なんかこう見て想像した時に全部水色だとちょっと気持ち悪いかなと思って、今この白い部分だけ、この終端も含めてですけどだけ、ちょっとやってみるのが良さそうなんじゃないかなと思うので、それでちょっとやってみこうと思います。染めたくないところ全部マスキングして、普通に吹きかけていくだけですね。で、足りるかなと思ってとりあえず今回、70ml を2本購入しました。やってみます。スプレーがしっかり乗るようにレザークリーナーで1回掃除をしました。結構なんか汚れがちょこちょこついてるんで、こういうのを取って、で、靴紐も取って中敷きも取ってマスキングをしていきます。マスキングここですね、この終端のこの部分、ここのところがちょっとかなりやりづらいんで、どうやろうか。マスキングテープをこう細く切ってここにこう縁だけ貼るみたいな、いや、まあ、あんまりうまくいく気がしないんですけど、裏だけここマスキングしておけば、まあ最悪この縁が染まっちゃっても別に気にならないかなと思うので、とりあえずやってってみます。片足マーキングが終わりましたがこのやっぱりスウェードのこの縁とか覆うのがもうめんどくさくて、まあいっかと思ってちょっと大雑把にやってみました。中はもう新聞紙をギチギチに詰めちゃえば、まあ、染まんないかなって思います。で、終端もこうやって外に出してここだけかければいいかなと思って、この縁だけマスキングしてます。だいたい1足マスキングするのに20分ぐらいかかりました。もう片方もやります。染め球は使う前に1分ぐらいね振ってくださいって書いてありますね。で、ちょっと今日寒いんで、事前にぬるま湯で温めておきました。スプレーってあの寒いと中身出にくくなるんで振ります。乾燥が終わりました。もう全然手にもつかないですね。ちょっとカメラで映ってるよりは色が薄いんですけど、マスキング剥がしていきます。マスキングテープを取り終わりました。ミスってたとことしては、こういうところ、溝をですね、きちっとマスキングテープが貼り付いてなかった部分に垂れていたりとか、あとは面倒くさがってこういろんな方向からスプレーってやっぱしないと
濡れ漏れがあるはずなんですけど、やっぱこういうところですね、前からばっかりスプレーを当てたのでこういうところがちょっと濡れてなかったりとか、ここも漏れちゃってますね。あとはマスキングテープがちょっとこう接着が離れちゃってるのを気づかず、ちゃんと確認せず、スプレーをかけちゃったので、ここも白い部分が残っちゃってますね。片方も同じようにこういうところとかこういうところとか、やっぱあのスプレーを当てる方向がいろんな方向から当ててないので、ここもマスキングの位置が甘くてちょっと白に残っちゃってますね。でまあ終端に関してはもうこの付け根のところまで塗装するのはほぼ不可能なので、こうやって履いた時に見えなければいいかなと思います。でこの辺のちょっと溝のところは、乾かす時に少し動かしてしまったのもあって、完全には埋まってないんですけど、まあ、こうやって、見た時にですね結構綺麗になってるんで、まあ、終端はまあこんなもんかなというふうに思いますね。ちょっとやっぱこういうところとか、あとこれこの辺はまあ気になるんですけど、もうちょっとやり直すのもめんどくさいんで、まあ、とりあえずこれで、一旦完成かなと。で靴ひもはもともとついてた白いやつを通すので、ちょっと今から通してみます。完成しました。どうでしょうね思ってたより色が鮮やかで、もう少しトーンが落ちてる青が良かったなっていうのが、まあ、正直な感想なんですけどまあでも綺麗に染まったし、大きく失敗はしてないし、これはこれで可愛いかなっていうような印象ですが、やっぱジャーマントレーナーは白か真っ黒がかっこいいかもしれないとも思いました。他の色がないのは売れないのからかもしれないですねまあ、例えばここのスエードを今度紺色にして、靴ひもも紺色にしたりするとかなり印象が変わる気はするんですけど、まあちょっとそこまでは今回はやらずに、しばらくは、このカラーで、履いてみようかなと思います。まあかなり適当にやったんですけど、本当に綺麗に、染まってくれているので、やっぱ染め球すごい優秀だなと思います。まあいないとは思いますけど、もしジャーマントレーナーの色を変えてオリジナルカラーのジャーマントレーナーを作りたいという方がいれば、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。